ここからダッシュボタンも押さずに飛んでいく。わかるか。今度はダッシュして壁に当たる。そして右を進化してみようか。これでどうかな。なりめやめろ。この草のところでちょっとずつちょん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 、むずむず。くるりんでいけないかな。あ、くるりんできないのか。いや待ってよ、これで行くのか。もしかしてこのパタパタしてるやつが影になってるみたいな。ここでどんぐり取るでしょ。そして壁にひっついてパタパタ。これでいけるんじゃない。どこにだよ。一番左からやってみようか。こっからじゃん。なんかあったな。ふざけるな。このスター取ればいかんなだけ。ちょっと待ってくれ。なんでよ。え、スター取っちゃいけないの。移動ばかりするのも大概せんか。一番右ダメ、一番左もダメ。じゃあスタート位置からやってみようか。これでどうですか。来た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 。いけ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 。コインを全て1枚取ってからゴール。この四角の枠の中にコインが隠されてるっていう感じでしょ。これ壁キックとかで取れるんかな。いや絶対針当たっちゃうよね。せめて叩け。いや叩いたとしてもよ、絶対針に当たっちゃう自信しかないね。ここでなら残すは一つ、ヒップドロップ以外にないと思うよ。誰か助けて。最後の希望、くるんでこの場所で綺麗にくるんはしていこう。これしゃがんでさ、立ち上がるときちょっとだけマリオ上に行くじゃん。その瞬間にくるんしてみようか。無理だよ。僕はもうどうすればいいかわかんない。たくさんやったよ。この場所でマリオ何回も行かせちゃったよ。ねえ、もういや。昔はね、ここの隠しブロック壁すりで取ってたような気がするんだよな。今惜しかったよね。どうやったの。クローンして壁ずりしてたら叩けたような気がしたんだよな。ほらほらほら、攻略を見つけたぞ。あとはこれをちゃちゃっとやっていくだけさ。ここでクルーンからの壁ずり。このドス、やっぱりこっち来るよな。で、時間は20秒しかないのか。うわ、これめちゃめちゃ忙しそうだね。ここでスピン。なかなかいい調子で来てねえの。このドスはお前詰まってんじゃねえよ。渋滞起こる。僕が詰みました。この下の2体のドスがあるやん。このドスだって下に下がってきてない。さっさと来いよ。タイミングっていうのがちゃんとあるね。ほらわかる。何がだよ。シャガクルーンをやりながら均等感覚に進んでいくと、ドッスンたちも均等感覚に隙間を開けてくれながらこっちに来てくれるんだよね。だからこれはもうリズムの問題だね。あい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 あ、そこで止まってくれんのね。で、1枚のコインはこの木の中かな。こっから出てきたらめっちゃ楽じゃない。上に行けませんよ。分かった、オートスクロールに押されていいんだ。で、木のてっぺんに行ったら上。だがが木のてっぺんに捕まるだけ。そんなに難しくないだろ。これマジめちゃめちゃむずいんだけど。え、たったこんだけで。腹立つ。マジで全然木のてっぺんに捕まれないんだよね。このネルネルネルネガー。オートスクロールに押されちゃいけないんだよな。じゃあこの辺で上。今コイン出てこなかった。あれ、コインは。よし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 。いや、さすがにもうゴールできるよ。コインが出たら木のてっぺんに捕まつります。観念しろコインよ。お前はもう虫の息なんだよ。よっほっほっほっ。で、ここで木に捕まってすぐにゴールすれば大丈夫と。時間は10秒しかない。で、ここのオンオフをしてこのワンナップを全部取れた。これは10秒以内全部取れたか。キモすぎや。とりあえずすぐオンオフしてみようか。そしてすぐ左のキノコを取る。いや、このキノコがさ、飛んだりしてるからめちゃめちゃ取りにくいんだよな。で、右のキノコを取る。全然時間が足んないよ。これもう分かってる方いるのかな。マジで教えてほしいぐらい分かんないんだよね。ここで幅跳びしてみようか。そして左に行きの右に行く。いや、これめちゃめちゃ早いんじゃない。いや、今突っかかったけど、これいけるかもしんないね。攻略を見つけましたわ。分かっちまえばですね、もうこっちのもんなんですね。左にまず行った後右に行く。そしてこの記録を取った後に扉に入らせろ。左に幅跳びするタイミングをもうちょっと早めてもいいんじゃない。そうすることによって、いや、もう行こうか。そうすることによって全ての記録がもうちょっと早く手に入れられるかもしんねえ。これでドアに入りさえすれば来た。やー、
コロノコロコカーに乗ったまま1の位置をクリアするということは3回ぶつかったらいけないということですね。まずだからこのノコノコカーはねジャンプもしづらいからこういう風に、いやこれいけるか、いけるか、かっあ、これも積んだんじゃない、これジャンプ届かないよな、これめっちゃー、こっからジャンプジャンプジャンプ越えろよしさあこっからちょっと待って、俺がベースか、ここは早めにジャンプしようか、これで大丈夫、さあゆっくりのドライブを楽しもうじゃないか、これどうやって登るの、ゆっくりいけるかな、あ、いけそうだね、マリ絶対落ちんなよそこ、あー俺の負け、最後の階段ってめっちゃ長いからそこがめちゃめちゃ難しいんじゃねえかなと思ってるわけなんですけど、これね途中で後ろ向いたら楽だわ、そしたらダメージ判定ないね、さあそろそろ最後の階段が来る、いやこれねゆっくりいったら意外といけるんじゃないかな、多分3階が経ったよ、よしよしもうこれいったぞーいや大丈夫じゃあこれをジャンプしながらこうやって下にも落ちないように進んでいけば全然余裕ではないよ、これさ思いっきり右に走って左に戻ったらどうなるんだろうな無理に決まってんだろ、いやでもね意外といけるかもしんない、下のさつららが壊れるの結構遅いわ、だからこうやってジャンプクルーンを繰り返していけば簡単にクリアできるんでねえの、時間が全然足りないよ、もっと早く行けってかい、了解、これねつららギリギリまで近く、うん、これ上から行けば簡単なんじゃね、で時間は10秒しかない、何これ、もしかしてさこのプロペラ取っちゃいけなかったみたいな、そんな感じかな、ゴールしようやんか、だからこのプロペラを取らずにコインを取りながらさらに進んでいけっていうコースだと思うんだよな、むずむず、もうね笑いしか出ませんよこんな難しいコース、ペバー、これねジャンプしながら進んでった方がいいと思うんだよな、そうした方が坂の影響を受けなくて先に進みやすいみたいな、ここジャンプできねえよ、慣れっていうものは素晴らしいですね、少しずつですけどゴールまで近づいてますよと、ここでペラペラ、最後の上りと下りがあるじゃん、あそこがマジでめちゃめちゃむずいんだよね、そこまでは全然いいのよ、コインはどうした、バレピリバルプルバレピリバンボン、トゥトゥルトゥルタトゥルトゥルタトゥルトゥルチーン、集中しろ、ふざけながらクリアできるコースやないぞ、集中だ、いけ、絶対にふざけるなよ、バーッ、まずこのスターは取れないのか、ってことは奥に行ったら P スイッチがなんかあるからそれを押してこいっていう感じなんじゃないかな、まあ、この辺はそんなに難しくないよな、でこの P スイッチを押しましてーの、カセうざすぎるこの数が、急にやんだりするからさ操作が取られたりするんですよ、でどこでやめ、一旦さこれ落ち着いていこうか、時間はね意外とあったりすると思うんですよ、ここでいつ数が来る、あっさ邪魔するな、風ごときが俺の進行を止めるんじゃねえ、俺を止めなければお母さんでも連れてくるんだな、さあ、あーもうふぅクッパの火を避けつつこの風をさうまく利用しつつ行けってさ意外と難しいもんなのよ、ここは右ダッシュでいい、さあこっからよ問題は、いつ風が吹いてくる、風を味方につけろ、よしよしよし、でこれ下足も下下足もここまで来ればもうこっちのもんなんでねえな、さあ風を吹いてきてもこのスターの前では敵なしだ、やっぱり挟まれちゃうよな氷に、あれこのクリーボーってさ引っかかるやつと引っかからないやつがいるんだ、それがわかんねえな、このノコノコは引っかかります、いや引っかかったら結構簡単じゃない、引っかかるやつと引っかからないやつがわかんないんだけど、いやこんなん全然簡単じゃないよ、じゃあここは上に行きの、こいつも引っかかる引っかかる引っかかるって、ここはジャンプだあいついやこれマジ面白いね、でこれでこのクリボーたちは引っかかってくれる、でこれはちゃんと上に行かなきゃいけないよな、そうだよな、落ちないわ、途中から降りてってみようか、この辺で降りてみる、そしてここでジャンプ、やっぱり降りなきゃいけないよな、上登り続けてたらさブロックに挟まれちゃうもん、でこの階段むずくないか、大丈夫いけるか、でリュートン取れさあもうすぐゴールだと思いますよ、最後にどかんかないかってゴールがあるとかそういうことでもないで、普通にゴールさせてくれな、この靴を履いたままどうやってシーソーもしくはバーを越えるかなんだけど、普通にシーソーを乗っても下には行けないよな、でバーの向こう側にも行けないこれどうしよう、ギリギリからギリギリを越えて分かった、こっから靴を履けばいいんじゃない、ギリギリで落ちるじゃん、そしたらバーの向こう側に越えれますねみたいな、いや無理か、じゃあ先っちょでヒップドロップしてみるわ、ここでヒップドロップ、ヒップドロップで抜けれる抜けすぎなんだよ、この場所だ、ここから生えて右下抜けられるんだ
わけわかんないよ、どうすればいいかわかんないよ。僕はね、もうこれ以上左に行ったら落ちちゃうんだって。もっと先端かい、この辺だから。この先端で靴を置きます。こっから履いてみようか。来た、攻略を見つけたぞ。こっから斜めジャンプすれば右下の方に抜けれるっていう話だと思うんだけど、それがめちゃめちゃ難しい。この辺か。よっしゃ、まあまあ2体でも3体でも倒してみせますよ。チョロップいないな、なんか来たな。あれを踏めってこと。うわ、降ってくるやつ踏むとかなかなか高度だってな。こっちは踏ませろ踏ませろ踏ませろ、踏んだぞ。次は踏ませろ。てめえらいい加減にしろよ、ザコの分際で俺に語るとは思うな。ザコは俺か。落ちてくるタイミング見極めます。音楽で見極めよう。ティレティレティティーンティーンで踏んで、ティティティでももう分かったさ。ティレ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 ティティーンティレティレティーン。あのね、2体目がマジでむずい。1体目はねむずいのよ。そろそろクリアテイク見せちゃいます。何度も同じ場面を見せるとは思うな。時間は100秒もあるか。え、これ結構簡単なんじゃない？このドッスン全部出していくだけでしょ。ドッスン結構遠くからでも反応してくれるな。え、これむずいの？クリア率 1% だったけど、そんな感じには見えないよな。行き過ぎた。右に行くたびドッスンの反応が遠くなるとか、そんな感じあるかな。あ、でもなんかゴール見えたよ。ギザギザがあったじゃん。これもう終わりなんじゃない？意外と簡単だったな。さあゴールしようゴール。なんでいいんだよ。一旦左やる、そしてなるべく早くジャンプしてかわそうか、そしてここから右ダッシュ。これドッスンはいやー、隠しブロックとかはないと思うんだよな。どうにかしてこのドッスンがいなくなる方法が絶対にあるはず。まずドッスンがどの辺から来るか調べておこうか。上に赤ブロックがあるな。あ、赤ブロックのところからだ。はい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 。だからこの赤ブロックのところに行った瞬間左に逃げる。これをめちゃめちゃ早くしていけっていう感じなんじゃない。来た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 、やった。さあ始まった。これゴール条件あるよね。ファイヤーマリオのマブゴールか。まあまあこの魚なんかには引っかかるわけねえだろ。さあこの、じゃあ左から砲台が出てくる。でこいつから鉄球が出てくるから、そいつをかわしていくと魚。でここ魚が出てきた、こいつをかわしてフラワーサマー取っていく。そしてゴーバックスタート。思った以上に隠しブロックが多くてさ、全然罠を回避しきれないんだよな。隠しブロックって最強の罠だと思わない？だって見えないんだもん。このバー当たることができる誰だったか。でこのゴールバーに触れれるかっていう話なんだけど、やっぱりダメだよな。右に行く必要があるのか。どうしよう、僕はね砲台の上が正解だと。でもまあガラハハ見つけちゃったもんね。一番右まで行きます。わあ、ここが正解だ。そしてサギャラが降ってくるよね。この魚を倒しのバーブロック発動する。こっからよ問題は、ここで隠しブロックがあった。何個あるんだここ。1個2個3つ目は、3つ目はないのか。じゃあここでいいんだ、いいんだ、やった。このワープブロックに入ったらドスンに乗って多分障害物をかわせみたいな感じだと思ったけど、だだだだだ、壁キックしながら障害物をかわしていけっていうコースか。はいはい、こういうのもすごく楽しいと思いますよ。さあこのテレンをかわ、テレン多いな。障害物が思った以上に多いって。もう危ない。これはどっち、無理。このねテレンのところはそんなに難しくはない。でさっきよく初見でこのバブルかわしたなって思うんだけど、これめちゃめちゃすごくないか、初見でかわしたの。でここは下で、次はどっち、上か。でここは来い、狭すぎー。まあ最速が20秒ぐらいだったから、そんなに長いコースじゃないと思うんですよ。ということはたったの20秒耐えるだけでゴールができると、そんだけの話ですよ。カップラーメンだったら20秒はとてつもなく長く感じますけど、ゲームをやってるんだったらそんなに長くない。はいはい、パパパパ、はちゃめちゃになるよ。ガシガシねえな。じゃあスネークブロックのリーのジャンプしながら声でかわしていけっていう感じだと思うんだけど、バレバレ邪魔すんだ、バレ、待ってスネークブロック、待って待って。このスネークブロックにちゃんとバネが乗った後にジャンプしながら行く、これがねこのコースの攻略法だと思うよ。これはなかなかいいんでねえの。頼む、スネークブロック、いけ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 。あ、こっからどうすればいいの、なんじゃそりゃ。で最後さ、スネークブロックが、スネークブロックが、スネークブロックが、スネークブロック、待てスネークブロック、僕はまだ知りません。これさ、説明文にタイミングが合わないとクリアできませんって書いてたから、そのタイミングが重要なんだろうね。まあそれがどのタイミングかマジで分かってないけど、いやめちゃめちゃ神回復じゃなかった。よく戻った、これでクリアしたらいい動画になるぞ。頼む、これでクリアしようじゃないか。でこっからマジでどうすればいいか。あ、こうか。見てくれてありがとうね。僕は本当に心の底から感謝していますよ。
さあ始まった、この赤砲弾を踏んでいけっていう感じなんだけど、タイミングがわからんよ。これさ、ダッシュして踏んだらポン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 っていう感じでいけんのかな。せめて踏め。ちょっとタイミング測りたいよね。一番左行った瞬間すぐ右。下手くそか。じゃあちょっとでんじゃない、ちょっと左行って右。乗ることさえできればいけると思うんだよな。もしかしてこれスピード調整いる？あんまり早く行きすぎるとダメみたいな。うわやっぱりね。だから上から 2,3 番目ぐらいで減速すればいいんじゃない。それさえ分かっちまえばもうこっちのもんよ。最初すぐ左行く、で乗って減速を忘れるな。キャー。さあメットかぶりの、まずこれ多分メットでしょ。時間は30秒あるのか、意外とあるね。でメットとメットの間隔も割と近い。え、これそんなに難しくないですか。最初メットかぶるじゃん、そして土管もどきの手前、ここでジャンプすればよかったんじゃない。いやこれいけるかな。頼む、次のメット、メット、よしよし。で次のメットはどこ。あれよった、難しいよ、難しすぎて、メットどこ、メットどこぐらいしか喋れないよ。こっからよ、こっから。ナイス、これでメットは、なるほど、そこに落ちてくるとか、それが分かっただけで攻略できると思うな。もう何個目が上がらん、何個目が上がらんから、このメットはサトシと名付けよう。で次はツヤシュ、ツヤシュ、ナイス、ツヤシュ。で次はピカチュウ出そうか、ピカピカチュウ。で次はピッカー。もう階段よね問題、なるべく階段に引っかからないように行け。今ちょっとかみそうだったけど、これは絶対いけると思うよ。いけ、バレ、いけ、バレ、いけ、バレ、バレ。この雪玉を運べっていうコースだと思うんだけど、これ普通に走っちゃっていいのかな。雪玉。じゃあ最初は歩いて、そっから走ってみようか。歩いて蹴る、で下らへんからダッシュ。あ、これでいいのか。なるほど、ナームさん。これさ、どこまで長いのかな、まず長さが知りたいよね。いけ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 、ナイストレベル、それも意外と短いのね。これ6つ、マジでスピード調整がほんと、あーおっしゃ。これでいけるかな、こっから走ったらさ、進みやすいとかそんなあるかもしんねえよな。よし、ナイス、ドーパミンブッシャー。これさ、最初雪玉蹴るじゃん、そして一番下のあたりで止めておかない、そしたら進みやすいと思うんだよね。どこにだよ。違う違う、僕が言いたかったのはこの辺、この辺で止めてこっから走っていけば簡単に進めるんじゃねえかなと思うんですよ。あとはスピード調整。ナイス、ナイストレベル、ここでナイス。じゃあこれ葉っぱを取りのこの敵を運んでいくだけ。え、そう、え、隠しブロックがあんの。え、どうしようか、これ隠しブロックを壊しながら進んでいけみたいな。つきゃー。しかもこれさ、隠しブロックがあるやん、それを鉄球と同じ場所で叩いてしまうとこの鉄球が壊れてしまうんだよね。だからその隠しブロックを叩かないように鉄球を前にやる、前にやる、でその後ろにある隠しブロックをどんどん叩かなきゃいけないみたいだ。いやこれ面白いけどさ、難しいですよ。こっから右ダッシュすればゴールできるんでねえな。じゃあこれで月は取ってもいいよな。いや遅っ。さあてっぺんですよ、ゴールの時間だ。さあマリン、そっから下に降りてゴール。あーなんじゃそりゃ。え、あのゴール前さ、全部隠しブロックあんのかな。で敵を下にやって隠しブロックを壊してゴールみたいな。いやそれちょっとむずくない。だからこのまま一旦てっぺん行くわ、でジャンプして浮遊しながらゴールしてみる。ここまずこの靴を履いて、俺落ちて普通にジャンプすればいいだけなんじゃない。この靴の履き方に問題があると思う。このクリボー、いかん、このクリボー下に落ちてくんないのかな。一旦左やってみようか、そして右に来たらちょうどいい場所みたいだ。戻ってこんか。いやまさか左に行ったらクリボー戻ってこないとか思わないじゃん。じゃあこれはもう勢いで行っちゃうしかないのかな。ここからジャンプして、はい、ブレー。ちゅうことでこの矢印のところへん、ここでしゃがんでダッシュジャンプしてみようか。これでいけるんじゃない。どこにだよ。もうね、この方法でいけるかわかんないのよ。でも絶対合ってると思う。めちゃめちゃ難しいドット調整だと思いますね。これでどうかな。いたたたた、攻略法さえ見つければ勝ちの番なんだよ。これか、いやもう完全に攻略法をつかんだよ。この靴の先端があるじゃん、この靴の先端が矢印の根元からちょっと出るぐらい、多分これいけると思うよ。一度でもつまずいたら終わりなんだろうな。ジャンプ、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 ジャンプ。全然進まないよこの US。 え、どこまでやんの。意外と長いのね。完全にタイミングゲーだね。ジャンプ、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 ジャンプ
俺キモすぎー。もうそろそろ良くないかい。僕はねマリーに早くキノコを食べてほしいんだ。キノコの素晴らしさを早くマリーに伝えたいんだ。これはこれできるんじゃない。頼む、お前押せよ。いやごめんって USA、 だからそんなにすねんなって。お前がいいやつだっていうことは僕は知ってるから。普通のキノコとかファイヤーとかネコマリオとかそんなアイテムたちに囲まれてますけど、所詮お前は巻き役だ。さあ始まった何この動き、キモいって。これどうやって行けばいいの。この下から抜けていけってか。意外と簡単そう。いやついてくるかい。まず初めに下に行くのは間違ってないんだよな。この場所で大丈夫で、この後一旦戻ってみようか。ここに入ります。で戻ったら形が変わるとかそういうことはないみたいだね。綺麗な仕方。もうダッシュだ、ダッシュしていこう。こっからダッシュしのじゃブブーじゃねえんだよ。じゃあダッシュしてショーシャンで行ってみようか。ここはもう分かったぞ。ゴールバーのところまでダッシュしていく。そうすると隙間に入りたかったの。今のところからゴールするのめっちゃ難しいかもしれん。ここでショーシャンしてみようか。で時間は10秒しかない。このバネをこじ開けろっていう感じだった。下手くそか。これさ、バネを尻尾で弾くとどうなるんだろうね。バネが落ちそうな感じしないんだけど、思ったより尻尾短くね。これね、突っ込んじゃうとバネに弾き返される未来しか見えないのよ。こうやってさ、あ、なるほど、低重力か。いけー。それさえ分かればもう簡単だよ。ここでちょんと当ててその隙間を拭っていくだけなのに難しいのね。たった一回バネをこじ開けてバネに当たらなかったらいいだけの話なんだよな。攻略法はないのか。闇雲にやっててもクリアできない。まず攻略法を見つけるんだ、ビオキング。ないよ、これさ、めちゃめちゃ簡単そうに見えるでしょ。でもね、マジでむっついだよ。もう疲れた。ただバネを弾くだけなのにこんなに難しいとはな。覚えのせいやったぞ。さあやっていこうか。こっから開始っていう放題。あ、なるほど、こういうパターンか。今気づいたけどこれ時間も20秒しかないんだよな。じゃあここはジャンプして上に行きます。バカだろ。ゆっくり行こうか。まだ先何もわからない状態だもんね。だからまず最初ゆっくり行って先浴びよう。さあここで神のコーラー振ります。邪魔3体目のノコノコを踏んだ瞬間にダッシュしよう。これでいいんじゃねえの。あー、3体目のノコノコを踏んだ瞬間にもう一回ジャンプすればいいんじゃない。だからこっから踏んでジャンプ。これでいいんじゃない。よし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 。で、ここでジャンプで、いやこっからもうゆっくりいっちゃうか。これもうゴールじゃん。お前まだいいのか。待て、ここだよな問題が。慣性の法則を利用しながらこの P を踏んでいくっていう感じだと思うんだよね。だから一個ずつ。お前どうする、こっち来いよ。なるほど、右から踏まなきゃいけないのか。だから一番右を踏んだらどうするか。こっち来る。やべえ、2個踏んじゃった。一個一個踏むっていうのがマジでむずいだよ。来た、よし、で最後届け。いや今絶対行ったと思った。ってことは一番左の P スイッチを最後に踏んじゃいけないとは思うよ。こういう風に。待って、全く警察みたいな帽子をかぶってくれちゃってよ。そんなのがオシャレだとでも思っているのかい。お前はどうすんじゃない。ボス戦だ、勝負だ。え、クリボー倒さなくちゃいけないの。しかも反転か。なんだよあいつ。え、あのクリボーを倒せってこと。え、どうやって倒すんだろうな。これ踏めっていう感じかな。一体踏めないし。タイミングよく下ボタンを押してみようか。それでクリボーが踏めるかもしんね。あ、踏める踏める。あ、意外といけんな。どこがだよ。ずっと下押しっぱでクリボー踏めるんじゃない。だからこっからずっと下押しっぱ。いや違うんだって。今の検証はちゃんと意味があったよ。下ボタンを失敗しても意味がないということかな。これで3、4、半分まで来た。このダメージ受けて時間止まるやつぜ。デカ状態の時にね、このクリボーを倒すことってそんなに難しいのよ。何度かやって気づいたことがある。チビ状態とデカ状態じゃタイミングが全然違う。いけたな。このノコノコカーに乗ってこの階段を登るだけのコースなんだけど、これ乗ったら勢いがやっぱついちゃうよな。どうしよう。やべ、俺のメンツが、俺のメンツが、
一回左向いてみようか。左向いて右、あ、こういう感じなんじゃない。でこれ全然違うんだって。まず最初3段目に乗るでしょ。で乗ってジャンプからの左右で乗ってジャンプからの左右で乗ってジャンプからの左右 で今回ジャンプしたらいけるんじゃないか。左から勢いつけて乗ってみようか。ここでノコノコか。あれ、いや違うんだって。左の方から勢いつけていったらさ、1段ぐらい多く登れないかなみたいな。これで4段目までいった。で2段でもう2段でしょ。来たんじゃねこれ。やっほっ。最後壁に当たる瞬間があるじゃん。そこで一旦車を乗り捨てる。で乗り捨てた瞬間にまた乗る。これでどう？乗れ。左向いたらいいんじゃない。そしたらここと同じように壁に当たった判定にならないと思うんだよな。これジャンプ左。こっから探す世界の位置の位置か。はいはい、下のブロックは取れないよな。じゃああのツタに捕まります。でここのツタも届くかな。うわ、意外と深いな。まあ最初はお手並み拝見っていう感じですよ。あー、もうね、ツタから落ちる時ってあーぐらいしか言えないのよ。そんな語彙力がない人間なんですよ僕は。ここは4つ目の土管、4つ目の土管は入れないな。なんだこのでかいノコノコ、オリジナリティを出してくんじゃないよ。こんなの1の1じゃないじゃんか。こいつは踏んでいけってか。踏んでいけママー。この辺でどう。マリメやめろ。こん中は魚とか入って、あ、フラワーくれんじゃん。ありがてえけど相当生きにくどうしよう、これいけるかな。これもうゴールなんじゃない。多分ね、このルートの先ゴールだと思うよ。じゃあ勢いつけていっちゃおうか。いや、ちょっとゴールはどこよ。でこれでゴールなんじゃないかな。あのブロックゴールっぽいよね。やった。これさ、ヒップ耐久したところで落ちないようにできるかっていう話なんだよな。これヒップ耐久するでしょ。無理無理、絶対無理だよこれ。やられまくっているうちにめちゃめちゃヒップ耐久が上手くなったぜ。ちょっと見てて、めっちゃ上手くなった。多分今の僕ならこのくらいからの高さでもいけるんじゃないかな。あー、もうしゃべるね。てかヒップ耐久中で息ができねえ。で次は、次の場所どこ、どこからしようか。早く早く次の場所、僕を降ろさせてくれ。やった、早く。僕が逃げて、もうなんて言ってるかわかんない。もう実況とかどうでもいいんだ。クリアさえすればいいんだ。お前なんで魚邪魔してんだよ。